給水手洗いの方法です。流水の下で手を揉み合わせて両手を濡らします。洗浄剤を適量手のひらに取ります。両方の手のひらをこすり合わせ、石鹸を泡立てましょう。両方の指を組み合わせてこすり合わせ、指の間を洗います。片方の手のひらでもう片方の手の甲をこすって洗います。反対側も同様に洗いましょう。片方の手のひらにもう片方の手の指をこすりつけて、爪と指の腹を洗います。反対側も同じです。片方の親指をもう片方の手で握り、両手を回転させて洗いましょう。反対側の親指も同様にして洗いましょう。片方の手でもう片方の手首を握り、両手を回転させて洗います。反対側の手首も同様に洗いましょう。流水の下で両手を揉み合わせ、十分に石鹸分を洗います。手先を上に向けたまま、清潔なタオルで水分を拭き取りましょう。トイレの後、食事の前、目に見える汚れがあるときは、手洗いを行います。